ここで、それぞれのロジットモデルに、入っている、変数は、ここに示したような形で、前回来店してから何日経っているのかとか、その日にチラシに掲載した商品がどのぐらい値引かれていたのか等々、ここに、お示ししたような変数を入れて、モデルの方の構成をしているという形になっています。で、ここで押さえていただきたいのは、その表面上難しく見えるかもしれないけども、やっていることは非常に単純で、店に行く確率っていうのをのメカニズムっていうのを、説明するモデルと、店に行ったという条件を与えた元での、牛乳を買うっていう確率っていうのを、ここに今表でお示しているような変数を、組み込んで、モデルとして、表現しているんだというところをこの段階では押さえていただければと思います。で、特に注目していただきたいのは、家庭内在庫量と呼ばれているものの多寡によって、来店、牛乳を買うという確率が、どの程度変化するかっていうことが推定可能になっているというところが、以降の、後ほどご紹介する例で、理解していただきたいポイントになってきます。で、これは、今回の、お話では副次的なものですが、実は一般状態空間モデルっていうのは、パラメーターの時間変化っていうことをも評価可能なモデルの枠組みになっていまして、非常に細かいので、あれですけども、実際にはこういった、ここの水色で示したような、システムモデルといいますけども、パラメーターの時間変化というものを記述するモデルを導入して、それをも推定しているということになりますが、今回の、紹介する例ではここの、結果自体は、出てきませんので、一般状態空間モデルの枠組みとしてこういうものを与える必要性があるんだということだけを、ご理解いただければというふうに考えています。で、実際の、推定結果になります。で、これは、個人ごと、まあ、世帯ごとにですね、まず在庫量と消費量の傾向っていうのが、出てきます。例えば、左上のグラフなんかを見ていただくと、非常にパルス的な、動きですね。家庭内在庫量が青です。で、消費量の、時系列が赤ですけども、この世帯は買った直後にいっぱい消費するけども、あとその消費したらば、あとはダラダラとちょっとずつ飲むっていうような傾向で、牛乳の在庫消費っていうのが、構成されているような、世帯というふうに類推できるし、右上のところを見ていただくと、ここは、家庭内在庫量がこうある一定の波を持ちながら、変動している、まあ、同時に、消費っていうのも同じようにこう推移しているというような、傾向がある。世帯だし、その顧客さん左下ですけども、ここはある非線形の波があって、その、買うと、その買ってそのだある一定の、非線形の波でこういうふうに減って消費してって、また増えて、それがまた、ある非線形な形で、消費されていくっていうような、まあ、傾向があるようなグループで、顧客の4っていうのは、まあ、これは時点の、データ期間の初期の消費傾向と、後半の傾向で大きな変化が出てきていると。初めの方は、牛乳すぐ買って飲んで買って飲んでっていうふうに在庫も消費も大きく変動する傾向だったものが、在庫買ってあまり飲まなくなって、またたまに買って、また飲まなくなってっていうような傾向で推移しているなんていうことが分かるというところが、大きなポイントになっているというふうにお考えいただければと思います。で、もうちょっとだけ、踏み込んだものが、ここに書いてある在庫量弾力性と書いているものですけども、これは何かっていうと、家庭内在庫量が、1%、変動した時に、牛乳を買う確率というものが何%変動するかっていうような、ことを示している指標になっています。で、例えば、
全てを紹介するのはあれなので、例えば、右上の顧客にっていうところに書いている人は、初めの頃は牛乳の在庫が、減っても、その牛乳を購買する確率っていうのは高まらない傾向にあったわけですけども、データ期間の後半ぐらいになってくると 1%、 例えば1% 家庭内の在庫量が減ると 15% ぐらい牛乳を買う確率が高まるっていう、そういったような傾向が見て取れるのが2番目の人です。で、以下の人たちも同じような形で解釈していくことによって、その牛乳の家庭内の在庫量、潜在変数で見えていないものですけども、それの変動率によってで牛乳を買う確率っていうのがどのぐらい変動するのかっていうことを評価可能になるっていうところを味わってもらえればというふうに思います。以上で、この、事例の2つ目の紹介っていうのは終わりになります。次のパートではもう一つ ID 付き POS データを用いた消費者行動のベイジアンモデリングの事例というものを紹介していきたいというふうに思います。